野島 T リーグ3年目ラブオール木下について、行こうと思って、今日も大事な試合で、勝ちたいなと思ってましたが、ダブルスがどうしてもいいペアができなくて、初ペアということでこういう結果になって、ダブルスをまた再度強化すれば、組み合わせ変えればまた連勝できるんじゃないかなというふうに思ってます。平野美宇がシンガポールの本庭選手に対していい試合をしたので、今後、あと8試合ありますが、期待ができる内容だったので、ここに早田が復帰すれば、いいチームになるなと思ってます。ファーストシーズン、あと8試合、できれば全勝したいと思ってます。引き続き、ご声援よろしくお願いします。ダブルス取った方が勝っていますね。そうですね、記念撮影に収まっています。それではハイライトシーンをご覧いただきましょう。日本ペイントマレッツ、今日は三原監督、まずダブルス、これマストですと話してました。長尾とフォン、ユモンユ、チェンズーユに勝ちました。いい滑り出しでした。素晴らしいペアとして、成立していたので、素晴らしい内容だったと思います。はい、ここは競る過程には行きましたけど、やはりダブルスとしての成熟度が違いましたね。そうでしたね。第一ゲームは森が通りましたが、加藤美優が、若宮さんもインタビューしてくれました、バックが本来の力を取り戻した加藤は強かったですね。そうですね、体が温まってきたというふうに言ってきたので、はい、冷静さを取り戻してしっかり自分らしいプレーができたんだと思います。はい、もちろん今日は静かな森さくらもね、立派なプレーでしたね。決して内容は悪くなかったんですけども、やはりバックハンドの差だったかなと思いますね。これで2マッチ日本ペイントマレッツが取りました。そして後半に入っていきますが、加藤美優が第2マッチをものにして、第3マッチオリンピック代表同士のつばぜり合い、はい、ハイレベルな戦いでしたね。はい、ここはしかし競りはしましたが、最後は平野のシャープさ、はい、もう若さがピチピチと出ましてそうですね、平野選手がフォン選手の得意のフォアハンドを打たせなかったというのは大きかったと思います。そうですね、はい、バックをうまく攻めましたよね。はい、ゲーム&マッチ中の平野を取って、さあ今度は第4マッチ、ユモンユとスターシニーです。これはもうね、もう私と若宮さん中盤までは昼寝しようかなっていうぐらいのねもうほっといても接戦ですもんね。ずっと接戦でした ね、 ね、もう差がつかないんですもん。そうですね、似たようなこう、はい、戦術でしたよね。はい、で、今シーズンの T リーグでは1回、フルゲームまで行ってます。はい、同じような形でユモンユが取ります。そしてビクトリーマッチです。で、一つアクセントをつけたのが、タイムアウトの時のフォンの、ね、アドバイス、はい、大きかったと思いますね。長いの行きなさいよっていう時に長いの聞きましたもんね。はい、あの時にやはり経験者がいるというのは心強いアドバイスだったと思いますね。はい、これで日本ペイントマレッツは4勝目をマークしました。いや、これ立派ですね。加藤は今日は快眠できますね。喜びいっぱいですぐ寝れると思います。そうですね悔しい負け方をすると辛いのは当たり前ですがね。はい、こちら平野は今反省をしているところです。